使徒パウロは大きく宣言しました。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。世界中の千人宣教師たちもこの大きいメッセージを宣言しています。イエス・キリストの福音は5つの材料で作る永遠の命という料理の調理法、またはレシピとも言えます。このレシピに従うとどのようなものになれるか、そして個々の材料について考えてみましょう。永遠の命について何を知っているでしょうか。モーセ1章39節には、主の技と栄光は人の不死不滅と永遠の命をもたらすこととあります。つまり不死不滅と永遠の命は異なった別個のものであるということです。特定の条件を満たすときにのみ約束される永遠の命の賜物は不死不滅の賜物よりもはるかに大いなるものです。ブルース・アール・マッコンキー長老はこう述べています。永遠の命は将来命が永遠に続くというものだけではありません。不死不滅は復活して永遠に生き続けることです。全人類の命は神の恵みにより永遠に存在します。しかし永遠の命を受け継ぐのは完全な福音の律法に従う人のみです。これは神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものです。神がお持ちの命もこれと同じ種類、状態、類型、性質であるからです。だからこそ永遠の命を得る者は称栄を受け、神の子キリストと共同の相続人、長子の教会の会員となるのです。彼らはすべてのものに打ち勝ち、あらゆる力を持ち、御父の完全を受けます。私の福音を述べ伝えなさいの冒頭には宣教師の義務が書かれています。あなたの目的は人々をキリストをもとに来るように進めることです。そのためにあなたはキリストと贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けること、最後まで耐え忍ぶことを通して彼らが回復された福音を受けられるように助けるのです。料理の本には完成写真が載っています。作ってよかったと思えるような完璧な料理が写っています。写真は大切です。手順通りに作るとどんな料理になるかを想像できるからです。結果を想像しながら料理を始めることは大切ですが、写真のような結果は全てを正しく行った時にしか得られません。作り方に従わなかったり、材料を入れ忘れたり、分量を間違えたりすると大抵味も見栄えも期待外れになってしまいます。それでも完璧な料理の写真があれば、美味しくて見栄えも良い料理にもう一度挑戦してみようという気持ちになるでしょう。永遠の命について考えてみましょう。どのような光景が思い浮かびますか？永遠の命の光景をはっきりとありのままに思い描くことができれば、自分の言動を改善するようになるでしょう。ホームティーチングや家庭訪問、集会への出席、神殿参入、道徳的な生活、祈り、聖文を読むことなど、最後まで耐え忍ぶのに必要な多くのことを率先して行うようになることでしょう。永遠の命の備えができるのですから、これだけでは満足せず、さらに多くのことをしたいと思うようになるでしょう。なぜ宣教師の最初の目的がキリストと贖いを信じる信仰を得られるように助けることなのでしょうか。イエス・キリストの福音を喜んで受け入れるには、まず福音の源であられるお方を喜んで受け入れなければなりません。救い主とその教えに頼らなければならないのです。贖いを通して救い主は私たちへの約束を守る力をお持ちになったと信じなければなりません。イエスを信じる人は主の贖いと教えを受け入れて実践します。
第3ニーファイ27章で救い主は弟子たちにご自身の福音、救い主の地上での教えと導き、そして食材が互いに支え合うものであるということを教えられました。見よ、私はあなた方に私の福音について告げた。私があなた方に告げた福音とは次の通りである。すなわち父が私を使わされたので、私は父の御心を行うために世に来た。さて、悔い改めて私の名によってバプテスマを受ける者は誰であろうと満たされるであろう。そして最後まで耐え忍ぶならば、見よ、私はその者を、私が立って世の人々を裁くその日に、私の父の御前で罪のない者としよう。キリストと贖いを信じる信仰は心を主へと向かせます。百聞は一見にしかずと世の中では言いますが、主の信仰を持つとまず信じるようになり、そして主と御父の計画が見えるようになるのです。信仰は行いにもつながります。真の悔い改めをする決意と変化を生じさせるのです。アルマ34章でアミレクはこう教えています。したがって、偉大な永遠の贖いの計画は、悔い改めを生じる信仰のある人のためだけに備えられている。それゆえ、神が私の腹からであるあなた方に、あなた方が悔い改めを生じる信仰を働かせて、神の聖なる皆を呼び始め、神の憐れみを得られるようにしてくださいますように。誠に神に憐れみを叫び求めなさい。なぜなら神は人を救う力を備えておられるからである。バプテスマと聖霊を受ける前に悔い改めなければならないのはなぜでしょうか。キリストはニーファイ人に犠牲の律法の終わりを告げた後こう言われました。あなた方は打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として私に捧げなさい。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って私のもとに来る者に、私は火と聖霊によってバプテスマを授けよう。同じ条件が教義と誓約20章に述べられています。バプテスマの必要条件を挙げるときによく使われる聖句です。37節を読みます。神の前にへり下ってバプテスマを受けたいと願い、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って進み出て、自分のすべての罪を心から悔い改めたことを教会員の前に証明する人は皆バプテスマによってキリストの教会に受け入れられる。これらの聖句はバプテスマと聖霊を受ける備えである悔い改めの本質について大切なことを教えています。まず悔い改めにはへり下る態度が必要です。バプテスマを受けキリストの名を受ける備えをするには、主の前にへり下らなくてはなりません。打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として捧げ、主の御心を受け入れるのです。第二に、人は教会員または教会を代表する人の前で自分の罪を悔い改めたことを証明しなければなりません。最後に、清めの過程である悔い改めはバプテスマの先に来ます。バプテスマは人に聖霊を受ける備えをさせるための清めの儀式なのです。聖霊は神界の第三のお方です。聖霊の賜物は世の罪を悔い改めて清められた人々にしか与えられません。なぜバプテスマと聖霊を受けることが必要なのでしょうか。オーソン・エン・ホイットニーは教えました。バプテスマには2つの使命があります。バプテスマは人を清めるだけではなく、人を照らし、過去現在未来の神の事柄を示し、真理についての確かな証を与えます。聖霊は清くない宮には住まわれませんが、罪から清められた人は聖霊の影響を受けられるのです。水のバプテスマで清めと光に照らされるという過程が始まり、御霊のバプテスマでそれが完成するのです。ニーファイは水と火によるバプテスマの儀式を門に例えました。
なぜバプテスマは門なのでしょうか。それはバプテスマが神と人との間で交わされる神聖な拘束力を伴う契約に入ることを象徴する儀式だからです。人は世を捨て、腹からを愛して彼らに仕え、困っている孤児ややもめを見舞い、平和を宣言し、福音を述べ伝え、主に仕え、主の戒めを守ると約束します。主は、ますます豊かに御霊を注ぎ、この世的にも、霊的にも生徒をあがない、彼らを第一の復活に預かる人々と共に数え、永遠の命を与えると約束しておられます。バプテスマと聖霊を受けることは、永遠の命に至る細くて狭い道に入るために定められた道なのです。使徒パウロは、バプテスマは水の墓の象徴であり、人はそこからキリストにおける新しい命によみがえると述べています。バプテスマの儀式はキリストの死と復活の象徴です。私たちは死と共に生きるために死と共に死ぬのです。この点でバプテスマは救いへの最初の儀式です。そして聖霊を受けることで力強く進み、最後まで耐え忍ぶための力を、助けを受けるのです。どのように最後まで耐え忍べるでしょうか。耐え忍ぶには終わりまで忠実していることが必要です。パウロはテモテに言いました。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通した。難しいことは明白ですが、御父のもとで永遠の祝福を受ける備えをすることは、やりがいのある挑戦であり、最終的には人を精錬してくれるのです。一人だけで終わりまで耐え忍ぶことは不可能です。まず、救い主の贖いの力が必要です。清くなければ、御父のもとに戻れないので、悔い改め続けなければいけません。毎週、聖餐を受けて、バプテスマの聖約を新たにしますが、あらゆる瞬間に悔い改めることが理想です。第二に聖霊が必要です。聖霊は私たちを導くとともに清めてくださいます。第三に聖徒たちの中で必要な存在となり、福音における兄弟姉妹と使い合わなければなりません。バプテスマによって私たちはキリストの体の一部になります。皆役割があり大切な存在ですが、成功するには救い主にあって一つとならなければなりません。第四に、福音を人々に伝えなければなりません。たった一人でも主のもとに導くときに受ける約束は、深淵で永遠です。また、頻繁に福音を伝える人は、自然と福音が心の中にさらに深く根付くようになります。最後に、キリストへの信仰と希望を絶えず持ち続けなければなりません。様々な方法がありますが、祈り、断食、聖文を読むこともその中に含まれています。こうして、狡猾な策略や敵対する者の火の矢に対して防備を固めることができるのです。私はイエス・キリストの福音を愛しています。その実を食べる方法と、その実でしか味わえない非常に大きな喜びを経験し、困難の中でも最後まで耐え忍ぶ方法を定めているからです。福音は復活し、栄光を受け、愛にあふれる御父のもとに戻って生きる上で必要なすべての知識を与えてくれます。永遠の命の光景を心に思い浮かべながら、イエス・キリストの福音という永遠の命のレシピにある手順に熱心に従えますように。そして最後まで私たちが耐え忍ぶことができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。